後ろ振り返ったらゴー君が泣きながら走ってきて、泣いてるんかい、泣いたの、ゴー君も泣くんかいって。あ、そうなんや。夫婦しよう、夫婦。ママくれる。ちゃんとお刺身買ったんや。いただきますした？あ、そうやな。あ、ちっちやった。ごめんごめん。こっち。まあ、すごいドレス。まあ、あら、ベールをかぶってるから、花嫁さん？花嫁さんまだわからんな、多分。あ、そうか。結婚式？あら、素敵なドレスね。ふーちゃんもこういうお嫁さんのお洋服するの？桜。あ、桜なの？まあ、わかる。ピンクだものね。これはさ、うん、あのクリスマスのあれ。あ、ツリーね。ゴーくん、食べ過ぎちゃう？大丈夫？それ明日にしな。食べれる？よし。食べたばっかりか、そっか、チョコレートがついてたでしょ。うん、シュークリーム買うときにね、チョコレートくださいって言ったら、ゴーくんの好きやから。明日それ食べる。明日食べてちょうだい。明日ほーちゃんそれ食べる。チョコレートかかってるの2つ頼んだの。あ、ゴーくんとふーちゃんだわ。はるくんは食べれへんしな。
明日楽しみやけど、明日雨やね。雨の中をもう一人のばあちゃんと一緒にね、ごくんとふーちゃんとばあちゃん二人と四人で行こうかね。おしゃればあちゃん、幼稚園楽しみだわ。なんかパパの指食べたくなっちゃった。パパの指を食べるの？こうやってきちゃった。やめてふーちゃん、やってもらったの？下の方が。それで寝たらもう全然右も左も大丈夫。ちょっと触らないで。触らないで。形が崩れるから。これで大丈夫。できちゃって。これで大丈夫。これでもう右に左にぐるぐるしても大丈夫。電気消すよ。すごい大きく成長してるなと思って、ばあちゃんにもびっくりしたわ。
雨降ってたけどな。でも最後だからふーちゃんのところに行って次をもう一人のばあちゃんと交代して今度はゴーくんのところ行ってみたいに順番でお部屋を教室をぐるぐる回ったけど最後にじゃあねって言ったらふーちゃんが泣いて泣かないでって言ってふーちゃん泣いた泣いたのね。なんで泣いたの。ホテルが楽しみで、すぐ抱っこしてほしかった、うん、で先生にお願いしますって先生に預けてさ隣のクラスのゴーくんとこ行ってもう一人のおばあちゃんと帰ろう思ったらゴーくん、あ、ゴーくんじゃあねあとママが迎えに来るからね先お家帰るわねって言ったらって言ってさっと振り向いてゴーくん行ったからあふーちゃんは泣いたけどゴーくんはたくましいと思って廊下に出てもう一人のおばあちゃんと歩いてたらパタ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 後ろ振り返ったらゴーくんが泣きながら走ってきて泣いてるんかい泣いたのゴーくんも泣くんかいあそうなんやゴーくんなんで泣いたのあとふーちゃんパパとさ一緒に会いたかったのちょびとさ遊びたいあーばあちゃんともっと遊びたかったのそっかそっかばあパパさじゃあ寝ましょうかゴーくん、一緒に寝ましょうか、うん、バイバイ言えるママに みんなそうそうパパもママももう、はるくんもふーちゃんもお肉行くのにいいの大丈夫、うん、バイバイねはるくん、また明日ね明日ホテルに行こうね、うんうんうん